熱射病は、熱射病としても知られる摂氏40度を超える体温と混乱を生じさせる重度の熱中症の一つである。その他の症状には、皮膚の赤み、頭痛、めまいなどが挙げられる。一般的に古典的熱射病には、発汗が見られないのに対して、老作性熱射病には、発汗が見られる。熱射病の発症は突然または段階的な場合がある。 熱射病は、暑熱環境下で過ごすことで、重度の熱中症と多臓器不全を特徴とする、生命を脅かす状態である。合併症には、発作、黄門筋誘拐症、腎不全などが挙げられる。熱射病は、抗害気温、または身体運動が原因で発症する。特定の健康状態の人の中には、熱射病のリスクが高い人もいる。多くの場合、 極端な環境熱、または、老作熱に長時間さらされることにより発症するが、これらのほとんどは予防することができる。ただし、熱射病に対して、根本的に敏感な特定の遺伝的元素を持つ患者、特に小児集団は、比較的軽度の熱環境の条件下でも罹患しやすい。予防策は十分な水分補給と過度の熱を避けることである。治療は、 体の急速な物理的冷却と指示療法である。推奨される方法には患者に送風機を使用しながら水を噴射する、患者を氷水に入れる、冷たい点滴の投与などが挙げられる。患者の周りに保冷剤を追加することは合理的な方法であるが日常的には推奨されていない。米国では熱射病により年間600人以上が死亡している。 罹患率は1995年から2015年の間に上昇した。死亡のリスクは、運動誘発性の熱射病の患者は5%未満、運動誘発性でない症例の患者は65%である。ありがとうございます。